こんばんは。1ヶ月にも及ぶ、予選が終わり、とうとう今日から始まります FNCS グランドファイナル。泣いても笑ってもこれが最後。ちなみに FNCS は今日の合計ポイントと明日の合計ポイントを足した順位で勝敗が決まります。ということで見ていきましょうか。え、スイリムの味方とスイリムがクラッシュした。あ、重いんよフォトナ。やっていくか。それでは行きましょう。 FNCS トリオグランドファイナル、一戦目行ってみましょう。さあワイルドホークたちが後ろからアンチガイ、さあ逃げ遅れてる敵を倒そうとしている。さあここは全員でアサルトライフル撃てば、さあダメージ稼げそうな、さあ状況。さあこれアンチガイにいる敵倒していきたい。うわー、さあワイルドホーク三角変身した瞬間頭を抜かれてしまった。今のはさすがに避けることはできない。さあリムル君がここは耐えしのがないといけない。さあワイルドホーク、ここは攻められていくが、さあ一発リムル君が当てて目の前の敵を倒していく。さあリザートがしっかりと、さあ横から援護した。さあワイルドホークは落として、いやまだ落ちてない、まだ落ちてない、ワイルドホークはまだ落ちていない。さあ相手のことを一人倒して、さあうわー蘇生していかた行きたかったが、さあここはワイフォを落としてしまった。さあしかし11交換、ワイルドホークが落ちたのはでかいが、さあここ勝てばまだ、さあまだ希望ある。さあうまいリザート、エルボーイ横にいるのをしっかり認識していた。さあリムル君もここはワンボックスやっていく。いやーワイフォ今のは無理だな、あれは無理だ、あれはどうすることもできねえ、撃たれると思わんもん。さあマウフィンたちはさあ全員生き残ってハイグラを取っている。マウフィンたちハイグラ取ってる。さあハイグラを取ったのはマウフィンチーム。さあネフライトさんたちもハイグラ狙ってるような感じがするね。さあしかしルリたちここは撃っている。さあネフライトさんたち、これは逆にしんどいことになってしまった。さあ次のアンチ移動しないといけないが、ネフライトさんここはえルリに抜かれている。残りさあ3対3、うわーマウフィンアゼロトライフルで一気にダメージ稼いでいく。さあ資材もないので、さあここは上から撃ち続けてダメージアドバンテージ取っていきたい。さあ上からどんどん撃って体力をもっと削りたい。1試合目勝てたらでかいぞ。さあここはしっかりロケットランチャーで突っ込んできたのを見ている。さあマウフィンやられてしまった。ルリが残り1人。さあ 1v1、 さあエンビーフル HP のエンビー、ここはさすがに2対1か、2対1になっていた。ここはエンビーたちが逆転し50ポイント1、おめでとうございます。いつもさ、なんだっけ、予選とかではさローグラウンドやってたじゃん。でも変えてきたね今日ね。さあエンビーたちのさチームが50ポイント、1試合目から14ポイントの差をつけて現在1位。さあクレーンさんたちもしっかりキルポイント稼いで36ポイント、マーフィンたち1試合目33ポイントで3位、リザートたちもしっかり4位に落ち着いてますね。さあ目の前のラルさんと戦いあるか。さあラルさんもちょっと HP なんか少なくなってるね。さあショットガンを持ってるのはラルさんだが、この HP だったらショットガンとか関係ねえ。さあ味方が援護にやってきた。さあ小金さんとエイムさんがやってきたぞ。さあ1試合目はネフライトさんたちが勝っていたのでね、ここはリベンジしていきたい。さあちょっと待って、これさ横からワイホたちも来ている。さあどうなるんだ。さあ全員資材も HP も何もない状況やり合っている。そこに登場ワイルドホークたちが来てしまっている。ここはリムル君がネフライトさんを撃破。おおリムル君が飛んでいく。おおびっくりした。さあここはリムル君大丈夫。さあネフライトさんを撃破。ゲームイズバトルを振って逃げていくエイムさんにも、さあアサルトライフルのエイムをしている。ここはリザートたち逃がさねえよと、さあ一気に突っ込んでいく。さあワイルドホークそこまでするか。一気に、さあこれはリザート分かっているか。しっかりと最後の一人まで倒していく。さあバウンサーを使いながらさあ移動していくが、ボブが NCR に抜かれていく。さあ空中で浮いています、ボブ。あ、これはさすがにしょうがない。もうわけわかんねえ、もうありえないことを全員がやるから、ここで一気にリザートたちハイグラを取りに行く。さあ勝つためにはハイグラしかない。さあ一気に取っていく。さあリムル君が上の、ワイルドホークとリムル君のレーザービームでさあハイグラの敵を一気に落とした。さあ嵐でロケットランチャー味方からもらって、さあお前が行けとロケットランチャーを託された。さあ目の前にはピーターパンたち。さあ横打ってここは入る、ピーターパンを撃破。
さあ上からのロケットランチャーが強すぎる。さあ登ってくるアリス君にロケットランチャー一発撃って、さあ目の前ワンボックス入って、さあ目の前のアリス倒していく、うまい。さあちょっと周りわけわかんなくなったか、目の前のさあクジャクと 1v1、 ここも倒す。さあ2人倒して見せた、隠し入れて資材をゲット。さあ資材取れてないね。さあしかしワイルドオーク下に降りて倒すという役目をしっかり果たして、残り 1v1、 下にはナイトル、上にはリザート、回復勝負が始まる。さあこれは崩されるが、さあ早めにさあアンチード、さあこれは足りると踏んで、さあリザートもさあ逃げていきます。さあクロッパーを一匹食べて、今危なかったな今。さあしかしナイトルも回復勝負している。さあどっちが勝つんだ。さあ最後のクロッパー食べて、さあキャベツもまだある。さあどっちが勝つ。さあナイトルの回復はもうない、リザートが勝っていく、キャベツ4個分の差です。さあワイルドホークたち、リザートのチームは現在176ポイント、8ポイント差で、さあ下にはエンビーたちがつけている。さあマウフィンたちもすごいね、ボブが落ちて2人になったがしっかりと3位をキープ。ナイトルたちは4位。これナイトルのチームか、おっとなんかハープンガン縛りしてるぞ目の前。さあナイトルハープンガン縛りしているところ、さあやられてしまった。さあグランドファイナルでハープンガン縛りをしているのはナイトルだけでしょう。オーバースタンをリセット、巧みなスナイパーでヘッドショットで一発で仕留めていった。下にいる、さあ青タク1個と白 AR1 本という、さあすごいすごい弱そうな武器をしているが、さあこの武器でもさあ足りるでしょう。2対1さすがにしんどい。おお、さあリザートリムールの活躍もあってまだ1位をキープしている。現在98ポイント。そして下にはさあエンビーたちのチームも食らいついてきている。さあマウフィンたちもさあ1位と20ポイント以上の差があるんですが、さあまだ3位射程圏内。さあそしてスカーレットが1人で生き残っている。現在99ポイント。スカーレットもこのまま3位に入れば1位に躍り出るぞ。スカーレット一体1人でどこまで行けるか、いいバウンサーの使い方。さあ一気に先頭躍り出た。これ3位に入ったら 6ポイントか5ポイント入るからね。うわー後ろから来た。さあバッベコーにやられて、さあやられていく。さあハイグラを取ってるのはさあフラム NCR。 さあここはバンサーを使って一気に下に降りていきます。さあアルバパコー、さあ資材残り8枚、横から出て、さあ目の前の敵やっていきたい。ワンボックス、さあショットガンが当たらないが、ここはしっかり3発目当てて勝っていったアルバパコー。現在103ポイント1位かな。せーのドン、うわー1位アルバパコー。今ビクロしたチームだね、が103ポイントで1位に踊れてた。そしてエンビーたち102ポイント、リザートたちのチームも、さあ今の試合2ポイントちょっとしか稼げなかったけど、まあまだ 3位にまだいますね。さあラルとエイムさんが 1v1 の状態だぞ。さあこれ早めに目の前のラルを倒せれば、さあネフライトさんたちのチーム大チャンスになるぞ。さあネフライトさんが颯爽と登場。さあここで差も詰めてワンボックス、さすがに3対、いやでもこれ、いや小金さんが援護に来た。さあ人にやられてしまった。さあ2対2の状況。さあ M さんこれはワンボックス落とされてしまった。さあネフライトさんこれは援護に行けるか。さあどうにかハイドして逃げていきたいが、やっぱり来るよね。ワイルドホークたちのチームが漁夫にやってきた。それをしっかり分かっているアルベドさんたち、引いていくが逃げれるか。いやーちょっと逃げれるかなこれ。さあアルベドさんが少し遅れているが、さあこれは許されたか。残ったのはネフライトさんただ一人。うわしかもロケットランチャーまだ取ってねえ。ネフライトさんが、さあこれはどういう表情か分かりませんが、近くにはリザートのチームがフルパーティーいます。さあここで移動してしまったら、さあネフライトさんバレてしまうぞ。これは気づいていないぞワイルドホークたち。さあネフライトさん味方2人のリブートを取って、さあ定位置に戻った。さあネフライトさんこれはいいね。残り1人マウフィン、うわー、え待ってシューシャンがリザートたち全員やってる。ちょっと1回これ戻っていい。さあロケットランチャーで一気に攻めてきたところ、全員でチャージショットガン貯めて、うわチャージショットガン最大ためで2人持っていったね今ね。
ダメージ出した瞬間の卓上でペロってやっちゃう感じか。えぐっ。アリケンさん僕って見て、明日に行くために、明日も勝つためには70ポイントは欲しい。さあ瞬間資材がない。しかしさあ横から車線通して、ここはツイッチ 4LNZ をさあ倒して1キルゲット。おいしい。さあ山がやられてしまったが、ここはしっかり後ろに引いて、さあしかし瞬間資材がないので、さあここは資材をもらいたい。さあ真下にはさあゲームズレタスさんたちがいるが、シューシャー資材がない。さあここはアリスをリルが倒す。活気入れてポイントゲット。うわーローグラウンドで、さあ順位をどんどん上げていくぞ。現在チームキル9ポイント、一気にキルポンを稼いで、このまま1位を取ったら80ポイントいけるぞ。これ3チーム目の前のジョザを倒せば順位が上がる。さあ活気入れまで入れていきたい。さあまだ生き残ってるね1人。さあ上からやってくる、どうにか2位も入りたい。勝てそう勝てそう勝てそう。いや、いける。さあ目の前、うわー倒して、さあ残り2人、 2v1。 え、勝てる勝てる。さあ、え、さあ勝者目の前アンチガイで残ってる敵倒して、1位、92ポイントまで稼いでみせたシュンシャンチーム、最後の最後で40ポイント稼いで、明日のグランドファイナル後半戦進出です。さあ6試合終わって現在のランキング見ていきましょう。さあナエトルたちがポイント上げて164ポイントで1位に返り咲いた。ちょっとすごいね、 5位までとの差がえぐいね。50ポイントあるよ。そしてさあパコさんのチームもさあ2位まで食らいついている。スカーレットも3位、さあリザーたちも4位につけている。そしてアスブフィッシーチーム110、ジョザたち100ポイント、さあルリーたち93ポイントまで、まあ全然全然まだある。明日に、明日1位いっぱい取れば全然こせるので。そしてシュンシャンたちが上に登ってきた。素晴らしい、すごすごいね。さそれじゃあ今日はここら辺で終わりにしていきたいと思います。明日楽しみにしていてください。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。よかったらね、今日はアリケンの配信見たけどマジで熱かったみたいなツイッターとかやってくれたら俺見てあのニヤニヤするんでよろしくお願いします。それじゃあまた明日よろしくお願いします。あとスパチャしてくれた人ありがとうございました。それじゃあ明日頑張りましょう。せーの、またな、バイバーイ。お疲れ。